どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は視点の使い方で索敵力アップ、視界が良くなる改善方法となります。スラをしているといかに早く敵を発見できるかは対面や抑えをする上ではとても重要ですよね。ですが視点の使い方が悪いとうまく索敵ができず、いつの間にか近くまで敵が来ていたってこともよくあるかと思います。そこで今回は索敵力が下がる原因の解明から視点を良くする考え方や改善方法をまとめていきたいと思います。視点一つの話ですが、これだけで索敵力や見る場所がわかる大事なことですので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは索敵力が下がる原因について考えていきたいと思います。早速見出しの回収ですが、索敵力が下がる原因はそれは視点が下向きになっているということです。それだけと思われるかもしれないですが、意外とこれ一つで索敵力が大幅に下がります。比較的視点を正面に捉えた場合とちょっと下がった視点を見比べるとすぐにわかります。どちらとも正面の敵は視野に入っておりますが、その上にいる敵については視界に入りません。対面中ならなおさら発見ができないというふうになります。これが索敵力が下がる原因になるわけです。上の敵に気づいていた場合、不用意に対面をその場でしないですからね。このように視点が下がるというだけで視界は一気に悪くなります。これだと索敵もまともにできないですからね。索敵力が下がる原因はなんとなく分かったかと思いますが、そもそも試し撃ち上では問題ないのになぜ視点が下がるのでしょうか。これに関してはいくつかの原因が考えられます。一つ目は対面中の影響です。前衛後衛関わらずですが、敵を倒す時というのは正面に捉えるか下向きになりがちです。スプラはあまり上向きで対面をすることが多くないんですよね。その影響もあって下向きの視点になりがちです。このこともあり、何かと下を見る癖がつきやすいのが一つの要因となります。また、雷神ステップなど足元を連続で塗って移動する人も画面が下がる原因の一つとなります。まあ、下見ないと塗れないですからね、仕方ない部分かと思います。二つ目は、異界移動の時に視点が下がったままになっているからです。これは異界移動中の索敵意識に依存します。移動中というのは目の前をしっかり見て進みますが、敵を探しながらの移動となると同じ視線の高さにいる敵を探します。これだと正面に現れた敵しか索敵はできないですし、画面も正面ばかりで上に画面が向きにくくなります。上に対しての索敵がそもそも甘いことが原因になります。こういった探し方をしていると視点がどんどん下がっていきます。視点が下がることにおいて、そもそも正面の敵に対しての索敵や対面の意識が高すぎることが原因かと思います。もっとわかりやすく言えば、マップという面ではなく、敵という点で見ていることが原因になるわけです。それでは、視点を上げるコツをまとめていきたいと思います。視点を上げるコツは、敵ではなくポジションを見ることです。ポジションを見るとはどういうことかと思いますが、敵とポジションを見ている時の視点を見比べてみましょう。まず敵を見ることだけをしていた場合ですが、いないと分かった瞬間にすぐ別の場所に視点が動きます。索敵というよりも近くに敵がいないか足元を見て回る感じになりますね。これだとたまたま見つけた相手を追う感じになります。悪いことではないですが、常に視界が正面のみになっていて、比較的視界が悪くなりやすいという状況になります。ですが、ポジションを見た場合はどうでしょうか？敵がいる、いない、関わらず、周りをよく見るため視点が上向きになります。この時に敵の移動経路を理解していると、より精度が上がります。待ち伏せに近くなるので、確認の時間も長くなるんですよね。そもそも敵陣のポジションは防衛箇所になるため必ず浮きます。ということは自然と敵の索敵ができるんですよね。来ると分かっていれば、あとはいつ来るか分かれば対処がしやすくなりますし、敵の把握もできます。このように見る対象が変わるだけでこれだけ変化が起きます。点を見るか面を見るかとても大事なのか分かりますよね。画面を上向きにしろというのは簡単ですが、
武器によっては対面のエイムに影響がありますので、見る場所の意識が大事となります。上を見るきっかけとして物理的に画面を上向きにするというよりかは、ポジションを意識してみるといいかと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。視点の使い方で索敵力アップ、視界が良くなる改善方法はいかがでしたでしょうか。視界といってもその人の対面や待ち伏せの仕方によってかなり差が出てくる部分かと思います。癖に近いものかもですね。ですが何を意識するかによって見る場所も自然と変わります。画面が下向きや索敵がしづらいときは点ではなく面を見るように意識してみましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。